さあ新型ヤリスが登場しましたね。ヤリスというといわゆるセグメント的には日本の、ビッツの後継なんですね。でビッツという名前を使わずに、ヤリス、そこにはいくつか の明確なトヨタの考え方があるんですけども、いわゆるこのクラスは日本のコンパクトカーの代表選手なんですけど、今まではやはり小さい車ですから非常に値段とか、各地域によっていろんなコンパクトカーを作らなきゃいけなかったんですけど、そこをですね、今回トヨタは思い切って切り分けして、ダイハツが仲間に入ってきた関係で、ダイハツには新興国用の B セグメントの車を、おそらくダイハツはタントのプラットフォームを使って DNGA と呼ばれてますけどね。でこの TNGA の考え方が、プリウスから始まったんですけど、トヨタニューグローバルアーキテクチャ TNGA で、そこは CHR とかいろいろ出てきて、このあとプリウスの1個上ですね、いわゆる C セグメントの1個上だからカムリで、ここは K プラットフォームってトヨタは呼んでるんですけど、ここはカムリ、レクサスの RX 等に使われる、あと最近話題のラブ4もこの K プラットフォームなんですね。でプリウスの C と K があって、で下がなかなか出てこなかったんですけど、その前に FR 系の、レクサスとクラウンの FR 系のプラットフォームが出て、でまだ B が出てこない、一体 B はいつ出るのかっていうのはずっと言われてきたんですけども、やはり B は、世界のいろんな工場で作んなきゃいけないとか、あとダイハツとの関係とか、おそらく整理しなければいけないことが多分たくさんあったんだ と思います。でそこはうまく整理できて、先ほど吉田副社長の発表にもありましたけれども、先進国用の B セグメントの、コンパクトカーですから、コンパクトカーという名前ですけれども、やはりかなり洗練された、自動車に作ろうということで、あえてビッツとは違った名前、ヤリスという名前を投入しているんですね。すでに車好きの方はご存知だと思いますけど、ヤリスといえば今 WRC で大活躍しているラリーカーですから、おそらくこのモデルはちょうどメルセデスの AMG みたいな、トヨタの、ガズーチームが、GR モデルとしてこれベースのターボカーの4駆で出てくるはずなんですが、ここはいわゆる量産型のヤリスで、ヨーロッパで売られるヤリスと日本で売られるヤリス、おそらくアメリカもこのモデルがいくと思うんですね。ですから実は一番最後の TNGA の頭、最後出しなんですけども、一番、ベースモデルなだけに値段とか性能を、今までとは違ったものをしっかり作るためにですね、基盤技術を揃えていかなければいけなかったの で今回プラットフォームが新しくなって、実際にですね、そう、重量が50キロ軽くなったのね。で50キロ軽いというのは、そうそうこのクラスもともと軽いですから、大きい車で言ったら100キロぐらいの軽量に匹敵する軽量化なので、そこは設計と生産技術で、うまくやったのかなという気がします。で特徴的なのは、このボディプラットフォームが全く新しくなったよということと、あとパワートレインエンジンですね、ここも、上の方から来たそのいわゆる高速燃焼という、縦タンブルという縦の渦をガンガン作って、なんか台風の目みたいに、台風の目は風がないのか、台風の周りみたいにガーッてもう回してですね、燃焼速度を上げるっていうのを技術でやってるんですね。で実はこれ F1 の技術で、もう80年代のホンダ黄金期からやっていた技術なんですけど、タンブルかけるのはすごく大変で、バルブシートのところに普通打ち込むんですけど、これがなんか渦がぐじゃぐじゃになる原因なんですね。でここをレーザーできれいに溶着してですね、とにかくバルブシートに段がないからきれいな縦渦が作れるというエンジンの開発が行われて、それが今レクサスの V6 系から 2.5 リッター4気筒、2リッター4気筒で、このエンジンは2リッター4気筒を1個チョップして 1.5 リッター3気筒にした高速燃焼タイプなんですね。だからもうアクセルに対する火のつきがシュンという感じでエンジンの出力が出るので、非常にエンジン車で乗っても楽しいし、ハイブリッドで乗っても楽しいし、で今までコンパクトカーでハイブリッドというと、なんか燃費のために全てが走りが犠牲になっていたようなところがあるんですけども、そこは、基礎的なパワートレインでしっかり燃費を取って、
ドライバビリティも上げながら CVT も燃費のために今まで制御やってきたんですけど、 CVT ももうパンツのゴムが伸びたようなって言われないような CVT に今してるんですね。だから相当多分走りは楽しくなったんじゃないかなというのが、まあ、最近のトヨタの車作りから予想できるところです。パワートレーンと、ボディがいっぺんに変わったというのはこれは想像できることではないので、名前をもうビッツからヤリスに変えるというのがここにいる車ですね。であと細かく見るともういろいろプリクラッシュだとか右折時の、プリクラ技術とか、まあ、あと歩行者認知とかですね、細かい予防安全技術がたくさん出てきてます。でもう一つ来年のユーロ NCAP のヨーロッパの衝突安全から入る厳しい 50% のオフセット衝突が実は入るんですけども、そういう意味でこのボディストラクチャーは衝突安全上もかなり高いレベルの衝突安全性能を持ってますね。そういうことで、まあ、安全性とドライバビリティと環境性能、まあ、あとはその、まあ、コストがいくらかまだ分かりませんけどね、ということで、まあ、ハイブリッド、ヨーロッパではもうハイブリッドイコールトヨタ、トヨタイコールハイブリッドなので、確か CO290g ぐらいですから、2022年ぐらいのカフェはもうこのモデルでクリアできるというふうに聞いてます。非常にトヨタにとってはこのモデルはある意味、グローバルに活躍する非常にこう意欲的な戦略者だと思いますね。でもう一つは、新興国用にはダイハツが DNGA というプラットフォームで、ダイハツの、まあ、非常に安いコストで作れる車作りの、まあ、ダイハツが得意としたところをトヨタのこのヤリスとは切り分けして、作る。ですからそういう意味でダイハツとトヨタの関係も、まあ、明確になってきたなという感じがしますね。